はい、今日はですね、ご覧ください。ブリットさんとのコラボレーションでマックスを読むです、これを作っていただきました。これね、オートサロンで、展示されていたシートなんですけども、ガイエスとソラディアツリーをベースに、まあ、新しいこうなんていうか表皮っていうんですかね、この皮、この皮はね、だいぶね、あの強い革を使っているらしくて、擦れづらい、破れづらいという高級な革を使っているらしいです。これ実際に使ってみて、テストしてみたいと思いますが、どうですか。かっこいいでしょ。ちょっと大人っぽくて、このブラックグレーでね、ブラックグレーで今回まとめました。あえて渋い色を使ってます。多分これから販売させていただくようになると思いますが、後ろはじゃじゃん、レッドで55系、これまたアクセントでいいですよね。エディルブモデルですね。ブリットってエディルブモデル。下が回ってない。エディルブモデル。そして今回あの装着にあたって、GR86 は助手席、この RZ などは着座センサーがついているんで、それがちょっと今回厄介なんですが、その辺もブリットさん今回対応しております。ここのクッションの中に着座センサーが入っており、ここにもハーネスが来てるんですね。これを最初に組み込むことと、あとはメモリーマネージメントユニットというね、あのさっき装着しましたけど、あれを最初にシートを外すときに、まずはマッチングをさせてからじゃないとシートを外すとエラーが出てしまうっていうね、ちょっと取り付けにはちょっと厄介なところがありますが、先ほど取り付け終わって、意外とそんなに難しいことではないので、慣れてしまえば全く問題ないなと思います。というわけで今日はこのシートこれから取り付けしてみたいと思います。かっこいいね。早速シートが付けられております。この内装のステッチともちょうどいい感じですね。内装と合うんですよね。すごいかっこいい。内装のステッチと一緒だ。プロジェクトミューさんの今ね、開発中の新しいキャリパー、ポッドキャリパーになりますけども、今までのキャリパーと違って海外でこれ生産してるらしいです。イギリスの方って言ってましたけども、まあストリート用の、キャリパーになりますね。まあ、ストリートからサーキットまで、今使ってるパッドはタイプ CS っていうパッドですけど、そしてこのローターね、330ミリです。ノーマルがどのぐらいなんだろう。ノーマルもちょっと見てみようか。ノーマルはノーマル295ですね。295ミリがちっちゃいよね。まあこうやって単品で見るとそんなちっちゃくないけど、330、まあ程よいサイズです。18インチも入るサイズですね。ホイールがですね、うん、下手するとこれ多分17インチも入るんじゃないかな、うん、って感じですね。まあ乗り味は走ってみてから。わかりました。ですね、了解です。キャリパーが変わるとね、だいぶ雰囲気変わりますからね。130R レーシングシミュレーターは、とにかく実践で使える最高のトレーニングマシンだと思います。